針が、針っつってもこれはあの本当の針じゃなくて、まあ1から12までこんな感じ。真ん中にトランプがこう1枚、はい、これは別なので、はい、ちょっと上だけど、これここに置いてね。で、これが針、はい、穴があって、はいはい、入れて、まあ、ぐるぐる回る、はい、ちょっとやってみようか。差し込んで、まあ、こう回る、あ、はい、これをこうですね、針も置いてあります、はい、で、トランプ、これ今封切ったばっかりの全部切れたのですから、はい、13、13から1つなんジョーカー使わないから、はい、まずこのトランプをよく切ります、はい、しっかり切ったわけですよ。散らかしましたね、はいはい、でね、これ トランプとは別に時計がある、はい、で時計って1から12までだから、はい、まずね、心の中に好きな数字、時間を思い浮かべる方、何でもいいから1から12までの間の好きな時間一つだけね、心に数字を一つ思う、そうそうそう、はい、1から12までの間の数字、はい、トランプは1から13まであるけども、はい、時計は1から12までしかないから、はいはい、1から12までの数字を1つ、はいはい、そしたらね、はい、消えて思ったら、はい、トランプを切ったじゃない、はい、で例えば自分の好きな数字だけの枚数分取るの、はい、例えば12が好きだったら、はい、上から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚取るじゃない、はい、で12枚取ったらカードケースの中に入れる、入れてしまう、はい、ここまでやってもらえるんで、はい、分かった、分かる、その間僕は見ません、はい、まあ、後ろ向いておくなりしますんで、はい、ポストリアのカウンターの下でもいいから、はい、この箱の中に入れてもらえる、はい、ここです、そこまでは大丈夫、はい、じゃあもう好きな数が、はいはい、頭に入れてるね、好きな数時間ね、はい、じゃあ渡しますから、上から好きな時間の分だけの枚数を取ったら箱の中に入れてください、はい、まずそこまでやって、はい、終わったら教えてください。終わりました。じゃあ 箱は取って持ってて、下に、はい、持ってて、もう見えないよ、はいはい、そこまで待ちます。わかんないし、何枚でだ、好きな数字分かんない、はい、時間分かんない、はい、僕は絶対分かんない、はい、で今から1から12までのカードを取って、はい、で1枚ずつ見せていきます、はい、であなたの好きな時間のトランプを覚えてもらいたいんだけど、はい、ちょっと分かりやすく説明するね、はい、例えば1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚ね、はい、一枚ずつ見せてみます。はい。わかる？はい。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚あるから、はい、こうやって見せていきますから、はい、あなたの好きな時間の枚数のカードを、例えば1時が好きだったらこれ1だから1時、これ、はい、これを覚えると。ああはい。2時だったらこれと。わかる？ああはいはい。わかりますね。はい。はい。わかるね。いきますよ。これ1時です、はい、これが2時です、はい、これが3時です、はい、4時です、はい、5時です、はい、6時です、はい、7時です、はい、8時です、はい、9時です、はい、10時、はい、11時、はい、12時、はい、好きな時間のカード覚えました、はい、覚えた、はい、でさっき言ったこれ、針と時
け。あなたが差し込ん、まあ、まず差し込んで。はい。で、はい、はい、じゃあ回してください。こうぐるぐると回してみましょう。いやいや、あなたが回す、まあ、はい、あなたが回す。はい、回して。ぐるぐると回して。いいですか。うん、月の時間は何時でした ?3 時ですね。大丈夫。さあ。トランプが1枚裏向きにあるんやけど、はい、最初からあったよね。ありました。あなたが見た時間の、はいはい、トランプ、はい、何だった？ダイヤのジャックです。11外してもらって取れる、取れる。おぉ、何だった？マジ？どうしての？これが小川新平の新しいトリックです。